残高第1話男が2人真新しいデスクや椅子が並ぶビルの一室にいるここは2人が起業する会社のオフィスになるはずの場所らしい引っ越し作業を終えいよいよ明日から事業開始副社長になる予定の福田はワクワクを抑えきれずにいる様子一方 もう一人の男社長になる予定のやしろはなんだか上の空はいこれで全部揃ってますね、うん、配置も大丈夫っすえはいどうもお疲れ様でしたありがとうございました引っ越し業者が帰ったようだうデスクも本棚もコピー機も大物は配置も完璧 あとは細かい日本時だけだなよしさっさと終わらせちゃおうぜ、うん、しかしさすがプロの業者は手際がいいよな会社のオフィスなんて荷物もそうくないし二人でもなんとかなるかなと思ってたけどやっぱ頼んで正解だったよこのビル立地もいいし賃料も手頃だけど入り口んとこに謎の階段があるからな10段くらいだけどあそこ地味に体力持ってかれるし多分おっさん二人だとそこそこきつかったぜなあ,、うん、あそうそう実はさ 今日のために俺からプレゼントがあるんだ。副社長からコーヒー中毒の社長のために、じゃじゃん最新のコーヒーメーカーこれさ、ここに入れるカートリッジ買えるだけで、カプチーノとか紅茶も飲めるんだぜ。一台あるだけで、ほらほらほら、これ見てザおしゃれオフィス従業員も大喜び八代社長の株も爆上がりどうよ八代八代 やーしーろ。あ、うん、そうだな。いやいや、そうだなじゃなくて。あれ、嬉しくないの。うん。あ、あ、コーヒーメーカーだ。これ、どうしたんだ。いやだから、俺からのプレゼントだって、企業祝い。まあ、俺も一緒に起業するんだけど。お、お、ありがとう、嬉しいよ。本当か。本当、本当。まあ、なら、いいけど。これ、ここ置いといたらいいか。うん、任せるよ。あ。うん、いい感じだな。あ、そうだ。 せっかくコーヒーやるんだしさ、あれも頼もうぜ。オフィスに置くお菓子箱みたいなやつ。100円入れたら従業員が好きなお菓子持っていけるってやつな。あと、ハンモック昼休憩の中に15分のシエスタの時間作ってさ、電気消してみんなで昼寝すんの。知ってっかやしろ。短時間昼寝したら昼からの作業効率がぐーんと上がるんだぜ。これからの時代は働きやすさが一番だからな。世界一楽しく働ける会社を作ろうぜ。なあ、社長。やしら社長。 おいやしろああいいんじゃないか、はあ、うどうしたんだよさっきから運び込みそんなに疲れたかいやそういうわけじゃないんだけどしっかりしろよ明日からだぞ最初は俺とお前の2人だけどそのうち従業員も増えてどんどん大きくなってくんだからな社長がしっかりしないでどうすんだようんそうだなそうなんだよななんだよ不安なのかお前らしくもない 大丈夫だよ。これまでだっていろんなピンチを乗り越えてきたお前だろ。これからだって何があったとしてもダメなんだ。え次にピンチが訪れたらもう何ともならないんだよ。ヤシロ福田なな。なんだよ。今回の企業の話だけどやっぱりなかったことにしてくれないか。はあ